はい、ということで皆さんこんにちは。本日は何何何その微妙な笑いは、はい、本日のカメラマンは、はい、嫁氏です、はいはい、ということでまた持って帰ってまいりました。この子なんかわかる？ビッツ。ビッツやな。そうそう、思い出のビッツやで。そうやな、懐かしい。懐かしいやろ、うん、覚えてる？覚えてるよ。覚えてるっしょ。割とこれで特徴的やんだって。割とこれでよく迎えに行ったような気がするよ。そうやな。そうやろ、うん、そうです。人の車で、はい、ということで、まあね、あの某坂本さんの、ビッツをあのどうせ乗ってねえで置いてるんだったら僕は持って帰りますキリって言って持って帰ってきたのがこのビッツさんでございます。はい、はい、まあ、当時からね、まあ、割とあの楽しくてよく使わせていただいてたんですけれども、まあ、それがこういう姿になってるのは忍びないっちゅうことで、まあ、それで持って帰ってきたわけですが、どうよイメージ的になんかね、苔生えちゃったね苔生えちゃったなとは思った。苔は生えたな。苔は生えたし、なんかいろんなものが乗っかってるな。そうな、うん、もっと綺麗だったな。そうね、うん、そうそう、全然綺麗だった。10年前はそれはもちろんもっと綺麗やったし、もう月日が流れれば。そうよ、うん、ということで、まあ、セブンを買って、セブン拾ってきた時とどっちがえ？いや全然こっちはいや何それ。だってあれはもうちょっとね、あのいやいや、ポテンシャルが、伸びしろがすごい。これはもう知ってたから、もともとは知ってるから、そうね、乗ったこともあったの、はい、ということで、ただあなたが知ってる頃からすると、うん、だいぶ変わってます。え、そうなの？そうよ、まあ、あなたが知ってる頃は多分まだあの時は4スロだったんだよね。4連スロットル、キポキポって言いながらブンブンって走ってたと思うんだけど、今となったらですね、はい、よいしょ、まずですね、よいしょ、こちらをご覧ください。でこれだった？いや、それ、うん、違った気がする。そうやろ、下だ、そうそう、そうだろ。これ何かわかる？カーボン、まあ、カーボンなんだけど、ほら、ほら、空気入る、空気入る、そう、空気入る系、うん、空気入る系、うん、ほら、俺のスターだってもついてたでしょ、これ。ついてた、ついてた。そう、ということでご開帳しましょうね、これを。ててててててん、なんて書いてある読めるやろ、なんて書いてある読めない。いや読めるやろ。じゃあ、まあ、下からは読め、こっちは読めるでしょ、ほら。Powered by TRD。 はい、こっちはせやろお前。いや大丈夫や、大卒なら読めるはずや。ほら、なんて読むこれ読めない。じゃあちょっとなんとなく読んでみなよなんとなく読んでよ。これなんて読む？これターボ。お、ターボや。そう、ターボです。はい、よかった、はい、合ってて。ということで、1.5 の、 あの TRD ターボっていうのがありましてですね、グレードで、はい、当時はあのここね、あの4連スロットルがついてたあの変態仕様だったんですけど、まあ、それよりもやっぱミニサーキットとかが主戦場でよくギャンギャン走るのでということで、結局ターボ化してでいうエンジンになっております。だからどっちかっていうと、あのスターレット感もあるよ、うん、スターレット感もある、思い出の。言うてそこまで。え、そうそう。で、あとはミッチョンがですね、この子、よいしょ、はい、室内に行きましょう。どうぞそっち側へ。はい、てってて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 ミッチョンがですね、これ6速です。6速なんですよ、これ。はい、分かんないかもしれないけど、分かんないか。この奥があんのよ、あ、1速がバックギアがね、なんであの111の6速に換装されております。しかもフルコーニー。111乗ってたでしょ、うん、あなたも、うんうん、覚えてる？覚えてる覚えてる覚えてるでしょ。ちょっとあんまいい思い出ないからなんでやねん、なんで。免許取って初めての車が111やったやろだからいい思い出ないんだよ。なんでよ。なんかすごいスパルタですごい言われて。スパルタです、あ、俺に、うん、あ、そういうこともあるな。あ、ということで、まあ、そんなビッツちゃんでございますよね。そうでしょ、すごい。なんか月日の流れを感じないでしょ、本当に。感じるよ、ここだけやったら。あ、まあまあね、そうそうそう、ここだけやったら、うんうんうん、なあ。だって、あ、当時あったラリコンはもうのけてるけどね。そう、 そうね、そう、あれも特徴的だったけどね。そう、助手席のところにラリコンついてたからね、当時は、うん、そうそう。なんで、まあ、ラリコンとかは取っ払って、ね、まあ、この辺のね、ロールバーとかは、はい、でロールバーとかも、もうほら、これ、わかる？
もう溶接止め、溶接止めって言ってより強度が出るようにしてあるから、まあまあ一回潰れちゃったらもう終わりだけどね、本当にそうなっちゃうと。なるほどね。そうそうそう、溶接止めのロールバーとか、まあ、このなので今からこれを頑張って復活させます。本当に？何その本当にって。なんかいろんなものがやりかけな気がするから。違う、いろいろと愛が多いんやって。あ、これは？そう、これはそうそうそう、これは特に、うん、そうし、これは言うて別にあのエンジンかかるからすぐ、うんうんうん、エンジンかかって動くから消耗品関係とかそんなの交換して、まあ、しばらく動かしてないからブレーキ回りとかやればもうちょちょいのちょいよ。ほんまにもうセブンなんかに比べたらもうちょちょいのちょいのちょいよ、まあまあまあね、本当に。で、まあ、外装はね、まあ、ちょっと頑張って、ちょっとね頑張ってしていただいて、していただいてお願いして、うん、Cさんに。私はいやいやいや、そうほらもうちょっとどうなって、すごいどうなってんのこれ、鱗みたいになってる、すごい、鱗みたいな、ゾロゾロやで、ほんまに板金屋さんじゃないか。そうやな、もうすでに板金屋さんのレベルやけど、うん、でこの辺のステッカーとかもね、ちょっと色あせちゃってるやつを、うんうん、あの作ってもらおうかなと思っております、うんうんうん、ステッカー屋さんがいるやん。ああなるほど、あの例のちょっと顔の怖い看板屋さんがそう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 ね、なんでまあ、 あの割と治れば、治ればというかもう別にそんな何か壊れてるわけじゃないんだけど、うん、あのちゃんと乗れるようにすればまあ結構キュンキュンに楽しい時代が出来上がるんじゃないかなと、はい、なるほど思っておりますので。またおもちゃを増やしたんですね。そうや、おもちゃどんどん増えていくやん。いやでもあれよ、このおもちゃは俺のじゃないから。誰の？坂本さんのだよ。だから、いやいやそうやけど、うん、だからだからセーフ。え、返すの？返すよ、返す返す。そうなんや、返す返す、で所有権は坂本さんが持ったまま。なるほどなるほど。でうちにあるっていうだけだから、だから俺のんじゃないから俺のおもちゃが増えたことにはなんない。すごい言い訳だな。いやそんなことないよ。それでそれ俺がもらいましたって持って帰ってきたら、それはさすがにおもちゃが1個増えたのカウントになるかもしれないけど、ね、坂本さん所有者の。いやいや、ちょっと今うんうんとか言ってたけど、おもちゃが増えたことに変わりはないや。え、いやでもほらお母さんよく言い訳されるから、これは〇〇くんの借りてきたやつだから俺のじゃないから、うん、ちょっと納得しそうになったわそうやろ、そうやろ、そうそう、だけどこれはセーフ、セーフ、いやいやセーフです。いやいいですけど全然、はいはい、まあ、ということで、まあ、今からねこれもまあちょこちょこっと直して、で、まあ、それこそ坂本さんとかも話してたんだけど、まあ、今の若い子にこれいっぱい乗ってほしいと、うんうんうん、なかなかねこういうあのちっちゃくてこうキュンキュン走って楽しいやつってなったらもう今少ないからね、うん、まあ、スイスポぐらいか、まあ、現行で売ってんだったらね、うんうん、まあなんでそれ の、 あのエッセンス濃いめのやつとね、あのみんなで乗ってちょっと楽しもうじゃないかと思っておりますので、はい、あれだからできたらちいさんも乗っていいから。私はいいかなどうする、私が乗って一発でドーンっていったら、それは多分ショックだよ、ね、それ多分だいぶ怒られると思う。結構ありえるからやめとこう、まあ、ということでね、じゃあまあそんな感じでそういう企画も進めていきますので、また皆さんお会いできたらお会いいたしましょう。それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。MC オイル、あなたの愛車にこの一本。